ベガルタ仙台の八須賀浩二です。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、正しい消毒液での手指消毒をお伝えします。この時、指先ではなく手首に近い部分でノズルをプッシュします。吸い込む順番は両手の指先、続いて手のひら、そして手の甲や指の後ろ側も忘れずに、その後は指の間、最後に親指と手首も忘れずに、乾燥するまでよく擦り込んでください。この時、洗い流さない、拭き取らない、そして手を振って乾かさないの3つのポイントに注意してください。今は本当に我慢の時期ですが、自分たちにできることをしっかりやって、またスタジアムで会いましょう。ストップ新型コロナウイルス。